勉強しないです。こんばんは。あら、ミロ君が見てます。リリーベだったらしいですね、今日は。お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様。そう、今日ちょっとね、家にとあるやつがお邪魔してるんですが、後々お楽しみください。あれ、シュンタも見てますね。リエネルすごい見てるな。ソウゴ君の声聞こえたよね。ソウゴ君ではございません。カーテン閉めて。あぶねえ。今日はですね、まあ、シュガードックライフ第6話が昨日にテレビ朝日か放送したんで、で今夜11時55分から ABC で放送ということで、あ、シュガードさんこんにちは。空いてるよ、もう閉まんねえわ。なんでちょっとそれの、え、誰でしょう。はい、来た。おはようございます。お疲れ様です。はい、来たんでーす。ハロー。だからこの半分になるんだね。そうだよ。3人だったら3人か。3人だったら俺が一番上で。っていうことか。そうそうそう。こんな感じですね。シュガードクライフの庄司君役のライフ君です。あ、はじめましての方、はじめまして、ライフと申します。ちょっとね、作品では髪の毛分けてるんで、あれですけど。ね、まあ、僕もこれなんでね。それではやばい。やばいって言うのよ。いや、そうなんです。今日はスペゲスがいますよって感じで。何スペゲスって。スペゲスだろ、どっかも。え、インスタライブとかあんまやらないでしょ。え、マジで。で、多分人生で3回目やばすぎとかかな。俺顔出したのは2回目かな。シュガード始まってから毎週やってるから、ね、そうだね、うん、ありがとうございます。宣伝してくださって、こちらごとですよ、来ていただいて。てかその会話を全員に聞かれてるってはずいね。いやいや、それがそういうもんなんよ。そうだよね、実は。うん、いやー、ライク君はですね、埼玉のホストから一緒だったんです。そうなんですよ、皆さ んで。そう、仲いいんですよ。で、公式ファンはみんな知ってそうだね。あ、そうそうだね。だから、なんかその演者発表みたいな時にも、うん、また一緒だ、イエーイみたいなこと多かったんですよ、うんうんうん、まあまあまあ、ってな感じで、っていう感じで、まあ何もなく始まったけど、始まりましたが、第6話が放送されたということで、まあ ABC で今日見る方のためにもあんまネタバレはあれですけど。確かに、そうだね。6話は何の回でしたっけ、なんとなく。なんだっけ、6話。言っていいのかな、同性。そうだ、同性じゃない、同居だ。同居スタートですね。で、まあ、庄司君たちが遊びに来ると。そうだね。それはね、次回予告とかでも流れてる、うんうん、全然言っていいと思うんですけど。そう、だからそういう、回です、第6話は。うん、ぜひっていう、あれな、もう終わり、うん、終わりかな。
こっから話を広げていかなきゃいけないのよ。とか、いや、なんかむっちゃ緊張するわ、なんか。なんで？緊張というかさ、いや、何話していいか分かんなくなった。そんなんね、もう毎回思ってるわ、俺も。あ、嘘。今日は何話せばいいんだっつって。で、一人だと思って話してたよ。俺が？意味 ねえいつだろ、もやってる人。それ意味ねえだろ。まあでもあれですね。だから、あ、コそメントに。の、宅飲みのシーンで、ちゃんと、その、天沢さん役の田原さんと、その、親友二人とみんなでちゃんと撮影するシーンだったんで、そうだね。そう。だからね、そこはみんなでわちゃわちゃ楽しくやってましたけど、いやー、でももう6話ね、大変でしたね。何が？6話大変でしたね。大変でしたね。大変でしいたや、ね。なんかね、珍しくライク君がね、なんか、すごい、手こずってましたね。まあ手こずりましたね。手こずったというよりか、何をやってるのかわからなくなりましたね。そう、なんかね、別にそんなミスと動かな作んがかね。ないんですよ。ライクは別にミスとかないんですけいど、やいやいや。なんか、いや、ね、すごく珍しく、負のスパイラルに入りそうだった。いや、すごかったよ、なんか。いや、でも面白かったですけど。でも、あのシーンが多分、二人クランクアップだったんだよね。そうですそうそう。なんで、わちゃわちゃ楽しくやってましたけど。ね。やってましたね。これコメントってどうやって見れるんだ？下に行くのか。下に、なんか、コメント来てます？いやー、やっぱね、負のスパイラルはもう、この話やめよ え、自分で言うたんや。いや、でもね、やっぱね、基本ずっと一緒にいましたよ、僕は。ライクニーヤンと。う。一緒の撮影の日はね。緒の撮影の日は基本。いやー、でも、てか、二方、二人は大変だったね、本当に撮影は。いや、大すごく。変だったよ。もねえ。う、なかなか休む期間がなくて、そうだよ結構ね。バタついライブパッドってね。ましたけど。ん？ライブもね。あ、そうそうそう、ちょうどツアー中だったから、うん。忙しかったんだけど、まあ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 って感じですよ。だね。宣伝をしないと。じゃあ6話の見どころを教えてください。6話の見どころっすか？まあ、ちょっと同居生活がスタートっていうことで、まあ、泉くんからしたら、すごい嬉しいことなんですね。まあ、だからちょっと、そう。泉くんの嬉しい気持ちが、なんかこう、空回っちゃったりとかもね、しちゃうんですよ。なんかでも、泉君はいつも可愛い顔をしてますね。なんか、ね、こう、もうあね、ざあのとい顔をね。するの、いや、もう本当に頑張りましたよ。だから、その、ちょっと頑張ってる、ね。今まで以上に結構やっぱ頑張ってる泉くん見れるんじゃないかな、みたいな。ストイックに頑張ってますよっていう、そういう泉くんが見れると思います。ですあね。とはこっからね、やっぱどんどんその天沢さんとの距離がやっぱ近くなっていくっていうのはね、見どころのポイントでもありますからね。ぜひ、そこは注目してみていただいて。確かに、ここからね、どんどんいろんなことが、そうそうそうそ今までう。以上に起きると。なんで、いやもう、本当に、そこは楽しみにしておいてもらいつつ、実はね、今日もう一人ゲストがね、来るんですけど、まだ来ないのかなっていう感じ。それ、まあ、そっか。連絡。連絡はしてる。まだ、大丈夫？俺が全然、ま、これ俺喋れてる？いや、いいの、別に相槌打つだけでもいいんだよ。マジで分かった。いや、だからって、極端に、もう本当に喋らなくなるから。いやー、まあ、できることなら、まあ、今度は4人でやりたいんですけどね。そうっすね。2人でラーメン食べに行ったらいけなかったのよ。行ってない。ラーメントークはね、ずっとしてるの。行けなかった。
そう、でも行けなかった。あ、俺、高田さんとは行ったけどね。あ、そう。うん。なんかね、そんな、最後まで一緒っていうのなかったから、ね、大体俺が先に帰るとか。あ、そうね。うん。撮影の後半的にね。うん。なんなんで、で、まあ、行けななかっかた。なか、そうそう、行ける時間がなかったから、行こうとは言ったものの、行けずじまいですね。すごいね。ん？ずっとコメント読んでるわ、一人で。顔近すぎない？こうやって見えないマかジで。顔近すぎない？視力悪い人やん。いいんだけどね。埼玉のホスト時代から行けてないのか。行けてないのよ。でもおすすめのラーメン屋とかはね、教えてもらったんですよね。まあなんかお互いね。そうそう、互いに。なんかもうほんとね、たわいもない話をする人です。お二人は普段田和田さんのことを何て呼んでますか？田和田さんです。僕は、タワラさんって呼んでたんだけど、タワちゃんって呼んでって言われてるんで、タワラさんの前ではタワちゃんって呼んでます。田和田さんらしい。タワちゃんって呼んでーって。ちいかわ好きだもんね、あの人ね。あ、そうなの？ポケモンじゃなくて。あ、そうなんだ。ポケモン好きなんポケだ。モンめっちゃ好きだよ、確か。ドラマでライク君のオタク姿を見て新鮮な感じやった、だって。頑張りました。いや、本当だよ。結構逆に大変だったもんね。いや、まあまあ、大変、まあ、そうね。でもやっぱ、その埼玉のホストを見てる人からしたらびっくりだ確ろうな。かに。全然違うもんね。真逆すぎて。もう、もう一人来ないので、おっもう一人せえそうな。なので、何してんだ。ちょっと連絡するわ。コメント読んで。コメント読んでますよ。あ、なんか今やった？ボイパやった？やってないよ。まさか。そんなあ、やどなばたい。か。髪色オレンジに見える。だいぶ抜けたんですよね、髪。そうなの？うん、めっちゃ抜けた。赤に出直してない。その帽子が赤色になるんじゃないの？汗かいたらね、ちょっと危ないね。そうだよ。お、ね。あと何分後っていう連絡が来ました。いまやいや、だまだですよ。あと何分後っていう連絡が来た、どういうこと？あと何分後に行けるよっていう。ああ、そうそうっていそう。もう、僕が来たんだ。うん。それは何分後だ、ちなみに。言わない方がいいのか。いや、別に言ってもいいじゃん。8分後。何があんの、8分それな。に。8分って何っていう。ゲストってしおりん、しおりんじゃないですね。しよおりりんんじだっゃねたえらな。何があんのとは言わないですね。この前、ラジオ収録してたらしおりんいたわ。おい。あ、ポスターだけどね。あとなんかでっかい広告も見たな。あ、嘘。しおりんいろんなところで目いや、撃しおりのおかげでした。は、そうです。本当にありがたい限りです。しおりんね。今んとこみんな何話が好きなのかな？あ、確かに、それ気になるね。気になりますよね。何話が一番良かったっすか？好きでしたか？なんちゅう顔の近さ。マジで気にしなかった。超近いもんな。6話。まあ、それはまあ最新ですから6話でしょうね。あ、でも5話。5話は公園の回か。デートか。デートね。デートも大変だったよ。暑かったね。暑かったね。とにかうん。くね。
ハルセッいや、ト？このそドのラマ。ハルセって、そう。なので、結構服を着るんですよ、皆さん。この真夏。そうね。いやー、それがでも一番大変だったかもね。まあ、確かに、ずっと外だからね。でロケも、だね。なかなか控室がちょっと歩くんですよ。なんで、まあ、大変でしたけど。スタッフさん、でも、大個変。人的にやっぱミートボールでセロリ入れてる時に近づいてくる少女が好きなんだよね、面白くて。あ、嘘。意味わかんなすぎるもんな。ありどんな感じだった？なんか、ありがとうみたいな。セロリ嫌いな人多くねみたいな。栄養たっぷりやし、って言ったら、ありがとうみいや、俺のために作ってくれたと思ったんだ、多分。たいな。で、基本ね、シーン変わる前の、なんかちょっとボソって言ってるか、でかい声出してるときは、大体アドリブですからね、ライク。いや、勘弁してください。結構アドリブっすよ、普段。アドリブじゃないです。むっちゃ考えてたんで。もうね、だから、なんやっけ、あれ、そう、今後もそういうシーンが、ね、いっぱいあるんで、いぜや、ひ、恥ずかしお楽しみに。い。やめてよ。結局さ、1話のさ、うん。言い合いしないののさ、うん。ふてくされるやつ使われなかったもんね。あんなに考えたのに。変われなくて正解だったけど。でもちゃんとメイキングで上がってますあ、かそう。らね。メイキングで出された時が一番恥ずかしかったけどね。ないわけ。間違いない。面では。間違いない。いやお気に入りのセリフ言ってみてって言ってるよ。ー。ん？お気に入りのセリフ言ってみね、てっおて。気に入りのセリフなんやろうな。まあ、ガキ扱いすんなんじゃない？やっぱり。あ、ごめん、聞こえなかった。おう、ふざけんなよ。絶対引くやつだろ。絶対引くやつだろ。いや、でも、まあ、ガキ扱いすんなが一番印象的だからな。そうなんだ。そうだろ、どう考えても。話をほぼ膨らま前せは言ってるわ。る。確かに、前は言ってるね。ガキ扱いすんなっつって。うわー、あと何分？これって、まあ、田中聖さんが、このインスタライブをやりましょうって、こう、集めたわけじゃないですか。そうですね。この宣伝のために。っていうことは、これは仕事っていうことですよね。なんすか、急にそんな。仕どういう事質問ですっていうことなのか。で、聖のマネージャーさんに請求書を渡せ。なんでやねん。いや、そう、まあ、それでいいっすよ、別に。いや、言うなよ。別に間に合ってないでしょ。そうしてもらって。まだかな。まあでも8分は経ってないからそうね。ね。ちなみに、あと2分で8分です。53分ってことそうかな。です。まあでも本当好きに、まあそんな長新しく別に引退するつもりはないんで。お、皆さん聞きました。長ったらしくするつもりはないと。すごく長距離でやってくだっれてました、さ、最後。もうさ、何喋るってなるやん。まあでも、まあ多分もう一人が来たらだいぶなんかちょっとおもろいインスタライブになりそうだけどね。俺らは多分あんまり喋ってないかもね。もうもはやね。今日は二人とも何してたの？だって。教えないです。おお、惜しいです。言えないです。僕はライブのリハです。今日はちょっと言えないです今日言えないんだって。何があったんだか。ね。筋トレしました。でもそう、なんか言ってたね。筋トレしてるって。そう。あ、ダメよ、そんな、内緒だから、これ。いや、今めちゃくちゃ言ってたやん、今。自分で言ってたやん、今。細部みたいなもんだよ。まあ、そのね、
筋トちょっと体をくっついたら大きくなってないってこう人から言われたいよね。もう無理だわ、じゃあ。そうそう。でも無理だわ。ジム行ってる？とか言われたいよね。ジムね。いや、俺も行きたいんだよな。いや、多分、絶対行かないと思うよ。なんでだよ。なんでだよ。行きてえっつってんだろ。でも行きたい、行きたい言い続けて、結局数年行ってないですけどね。あ、そうなんだ。行きうん。たいとは言ってたんだ。いや、ずっと行きたいとは言ってんのよ。あ、そうなんだ。うん。はい。8分経ちましたよ。お。かな。まだかな。でも基本マジでドラマのテンション感とほぼ近しいですよ。僕はライクと。うん。ずっとまあそでもそうかも。んな感じ。うん。確かそんな感じですに。よ。結構まんまな感じ。突っ込むところで。叩きたくなりますね。ん？本当に叩きたくなりますね。の方は、ここなんだ、一番。まずそこじゃねえだろ、絶対。絶対的に。ない！来ないよ。ライフくん、イケメンすぎてずっとびっくりしてる。だって、そんなことないです。おいおいおい、どうしたの？自分の声かと思った、今。おお、あと1分後入るなんて。何かあんだろうね、その1分。それな。すげえセットしてんだろうね、多髪だってもう、分。うん。孫悟空みたいにしてんじゃん。ごめん、それちょっとわかんないけど。わかんないんわかい。わかかるんけないど。んかい。わかれよ。今日誕生日なので祝ってほしいです。おめでとうございまおめです。とうございます。素敵な一年にしてください。別のキャラを演じるなら何役したいですか？主画像の中でってことだな。しいな。ああ、でも僕は傭兵かな。まあでも傭兵かな、俺も。やっぱね、俺もお兄ちゃんしたいわ。お兄ちゃんがしたいんだ。兄ちゃんしたい。傭兵いいやつ、本当に。いや、そうね。いいやつ、いいやつ。確かに。いや、でもそう、そうちゃんは結構天然なんですよ。梅村草太自体が。だから、この前会った時に、その公演のシーンの慰めてくれるシーンめっちゃ良かったよって言ったの。え、これ今俺に話してる？まあ、みんなに話してる。おう。そう。したら全然なんかその話を理解してくれてなくて、何のことみたいな感じになってて、ああ、確かにって言いましたからね、返事。めっちゃ良かったよってあいつに言ったら、ああ、確かにって言いましたからね。聞いてないんだよな、俺。基本人の話を聞いてないっていう。聞いてないな。来たよ！太鼓の達人が来るよ。あ、太鼓の達人。お、来た。よっお、しゃ！ウィス！ウィス！お疲れウィス！ウー！ィー！ちょうど今、ィあなー！ウたィの話ス！してましたよ。ごめんなさい、遅れました。いよーん。お疲れ。ちょうど今ね、そうちゃんの話をしてたわけよ。ああ、そう、見てた。そう、てまだ来ないねっね。て。お疲れ様です。え、5話めっちゃ良かった、そう、5話良かった。すごい視聴者の声みたいな感じになってますけど。いや、そうそう。ああ、嬉しいです。いや、本日傭兵は、ただいいやつ。本日は、だから昨日、テレ朝で、その、シュガド
第6話やって、で今日が ABC じゃん。そうっす。だからそのまあ宣伝配信みたいな感じですね。オッケーっす。なんでなんかちょっとネタバレギリせん範囲でなんかありますか。うわ俺言いそうやなネタバレ。それもネタバレで言いそう。ネタバレも言ってもいいよ。大丈夫や。正直な。なんかちょっとね。ダメ。正直な。でもほんまにあの頭をポンポンする機会がありまして、もうはい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 、いすみにね、うん、まあ他にもそのまあ予告もあったけど、はい、いすみのこのノーセットがいいよね。髪の毛俺だからもうほんま可愛いって思いながらそうコンビニのジローを買って食べながら見ました。絶対ね。あ、そうだからそのそうちゃんもラーメン好きなんで、うん、一緒に行こうってちょっと話しててまだ行けてないんですけど、そう計画してますよ。そうマジで行きましょう。行こう行こうっていう話をしてます。そうだ、ライブジロー行きましょう。ラーメンそうジロー好き3人なんで。確かに結構ね、結構ガチ最近は落ち着いてるらしいですけど、うん、ノーセットガチやばいの。いやほんまそうなんよ。なんかでもそれめっちゃ言われるわ。えマジでノーセットの方が逆に好きかも俺。なほんと、うん、楽やでマジで、うん、楽だね。確かにね、どこでも寝れちゃう。ダメなんだけどね、顔が良かったねとりあえずも。いやでもキュンキュンシーン多かったわ6話。多かったっす。まあでもそうね、うん、こっからどんどん天沢さんと距離近づいてきますからね、うん、どんどん結構展開あったんちゃいますね、うん、そうね。なんでちょっとぜひお楽しみに。最後確かね、破壊力やばかった。破壊力はね、破壊力あった。そうですよ皆さん、ね、お友達3人が集まってくれました。あ、2人しよう。お友達2人が集まってくれました、ね、だってもう撮影からもう 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいですか。あ、そうね。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月。ごめん、俺ちょっと今適当に返事したんだけど、ちょっと今おかしいな。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ってやばいね。だいぶ、だいぶあるよ。1ヶ月半ぐらいやな。まあでもそうね。半、早いな。出ないぐらいかな。あ、でもそっか。そうちゃんたちはね、1ヶ月半くらいか、クランクアップしてからは。そう、うん、やな、うん、でもう懐かしいって感じですけど。早いわ、もう時間経つのも。ねえ、ほんとだよ。はい、懐かしいなぁ。楽しかったね。もうみんな、キャストさんがもうその原作通りで、もうあ、まんまやと思って、性格とか雰囲気とか。そうか。いや、まあね、すごいです。いや、ほんまにほんまに思いました俺マジで。うちのメンバーがコメントします。うわっ、え、皆さん髪質がよすぎんごで、だってありがとうございます。ありがとうございますじゃないのよ、ご使うのやめろともや。マジで。ちなみに僕の2個下ですからね。あらあらあら、あ、狼の子もコメントしてくれました。今、狼本当ですか。うん、伸ばされないっていう。こんにちは。おい、髪質やっぱ髪質確かにね、ほぼ俺しか見えてへんけどな。いや、本当だよ。あのね、ライク顔近すぎんだよな。いや、だってコメント見てるからさ、こう別にこの距離でも見えるやろ、別にコメント。何に、あ、iPod とかで見てんの。いや、ダメ。マジでいいのよ。この中で誰が一番年上、ライクです。で、俺とイスミがタメです。キくんがそう、同級生、同期。そうね。てか、普通にイスミって言えるようになったんな。あー、そうそうそう、せやねんせやねんせやねん。いや、そこで急に関西一緒無理やったんすよ、皆さん。俺イスミ、イントネーションがダメでイスミって言うんですよ。大変だったよね。ほんま、すいませんでした。いやいやいや、全然。面白かった。確かに。いろいろあったね。うん。本当に。いろいろありました。いろいろありましたよ。うん。
そう。せやねん、せやねん、せやねん、つってね。うん、警察に補導されかけたかね、から始まり。過保護。過保護。あ、過保護って言ってた。あった、そう。あったな。マジか、そこを引っかかってたんだ。引っかかったな。まあ、警察に補導されかけた。家に住めなくなった。今練習すんだよ。乗ってた乗ってた。いや、で今練習すんだよ。でも終わったよ、もう。ああ、確かに終わった、終わった。おもろいな。そう、めっちゃ関西弁やから難しいっす。誰が精神年齢一番年上やって。うわーって言ったらもうコウキくんかライクくんじゃないですか。まあ俺やろな。あら、あらら、これで俺って言ったら精神年齢低いってなりそう。もうしょうがない、これはもう。っていうね。多分俺って言ったら精神年齢が高いか低いかどうかは分かったかなと思いますね、皆さん。いや、やめろ、それ。させてください。だよね。まあでも、今日3人でやってますけど、まあできたら今度は田原さんも入れて4人でやろうかなと思ってるんで。いや、間違いない。ね。ね、やりたい。いや、もうほんまに、俺人見知りなんだけど。ほんとに？いや、ほんま、温かく迎え入れてくれて、みんなさんが。みんなさんがね。みんなさんが。うん。でもさ、クランクインした日もなんかめっちゃ話しかけてくれなかったっけ？ああ、まあ一応その、二郎好きっていう背景があったから。背景。そう。なるほどね。そこで、そう。キャッチボールできたらなって。素晴らしい。いや、もう、二郎好きは話、永遠にできますからね。できるんよ。そうなん、実はね。そう。止まんないんだよな、これかな。止まんない。どこ行った、どこ行った、どこ、ここ美味しかったよ。わかる、わかる、わかる、わかる。止まんない。わかる。え、何、それ、こうきくんは、皆さんに、どこが一番美味しかったとか言ってんの？うん、俺は言ってる。俺はね、池袋って言ってるね。あ、池袋、ね。俺、池袋。池袋普通に好きなんよ。全然行けてないけど。池袋まあまあうまいな、確かにね。池袋さ、油黒なんだよね。ああ、味付け油やな。そうそう、それがね、うまいのよね。ね、うん、俺やっぱ仙川やわ。仙川、だ最近行ったとこでしょ。俺もう、1ヶ月半ぐらいに初めて行って前、1ヶ月半前ぐらいかな。あ、はい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 。っていうか、その撮影中にそれこそ。で、あー、送ってきたじゃん。そうだ。ほんならもうドハマりして1ヶ月半でもう7、6回ぐらい行ったかな。やばすぎだろ。6回も行ったの。おかしいよそれ。6回リアル。僕も行ったことありますよ。あそこライク君もあります。多いですけどね。うん、うん、ライク君もありますよね。千川ある、ある、何回かある。いいね。うわね、いいですよ。これこそジロトーク。すいません、ほんまにジロトーク。ライク話入れてないんじゃなくて、ただただ聞いてるだけです。こう3人こう喋るとこうなんかごちゃごちゃになっちゃいそうだからさ、まあ、こう2人、まあまあまあ、じゃあとりあえずまあ今回は10分ぐらいに終わろうかな。 OK っす。今日って ABC さんで23時55分です。皆さん見てください。はい、ぜひリアタイしてください、 ABC。それが終わったら TVer かな。 OK っす。あ、いや、もうシンプルに、もうシンプルに視聴者として楽しんでる、俺も芝のね。うん、面白い。面白いですよね、普通に和みますよね、あの作品は。ほぼリアタイは。リアタイなぁ、遅いんだよな、でも寝ちゃうんだよな、俺。寝ちゃうね、うん、続き寝ちゃうって言ったんだけどね、今ね。なんでもない、なんでもない。上村君今ほ全部リア、ほぼリアタイしてるって言ったから、だから いいのよ、リアタイしてんのよ。でも遅いもんね、時間がね。いや、もうさ、あなたさ、ここしか映ってないよ今。あ、そう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 、リアタイ、そう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 、ほんまそう。そう、会話のラグがやばい、やばい、会話にラグがそうなんだよ。生じてきた。
ね、起きれてます、起きれてます、もちろん。どういうこと？起きれてます？何？起きれた、起きれた、起きれてます。何一人で何喋っとんねん。おもろ。テレ朝さんで2時半からじゃないですか。わー、やばい、もう一人ライブ始まってるやん、もうリアタイできるんで。いや、まあこれがこいつの可愛いところなんでいいんですけど。いや、もうシンプルに隅が可愛いっすよね、ライクくん。うん、あざとい。ありがとうございます。ね、でもさ、あの時間帯にさ、あのドラマってさ、めっちゃお腹すくよな。いや、ガチで。そうなんよ、マジでな。うん、あれ飯テロだよね、結構ね。でも飯テロ、うん、目玉焼きウインナー丼作ってんもん。え、あれさ、美味しくない？美味しい、あれ。あれうまいんだよな。やばいね。俺もちゃんと作ったから。ね、ほらね、え、俺も一個作るもん、あれから。あれ、それを、お手、お手頃価格で、お手軽で、最高に美味しいです。いや、ほんまそう。うん、ご飯が進む。わかる。うん。じゃあ、もうそろスクショタイムでもしますか。そうっすね。あ、スクショタイムとかしたことある？ライク。ないですよ。ですよね。だからもうみんなのためにサービスしてあげてください。お願いします。はい、どうぞ。なあ、全然映ってないのよ、こうやってやったら。おお、風船が。これさ、すごいなんか。うわ、出た。なんで？なんかね、そういうの反応するのよ。ほら、ほら、すごくね。って言ってね、絶対やらないのがライクなんですよね。いやいや。はい。では皆さん、お答えしてください。スクショしてください、たくさん、皆さん。いかが？撮れましたか？唯一ちゃんと真似してくれるんで、そうたくんは。コメント消してほしい。そんなことできんの？俺わかんない、そんな、そんなやり方。まあ、アーカイブ残すんで、24時間。はい、そこで、綺麗にスクショしたい人はそうしてください。オッケーっす。はい。まあ、そんな感じですね。そんな感じっすね。まあ、本日 ABC テレビで、23時55分から、シュガードクライフ第6話放送ということで。あと45分後っす。そうですね。ぜひ、リアタイできる方はリアタイしていただいて。見れないと。今のうちお風呂入る。って方は、まあ、TVer とかなんかで見逃してみてください。楽しんでください。楽しみ。ありがとうね。みんなバタバタなのに来てもらって。ありがとうございました。また、天沢さんとね。ね、4人でできるときやろうね。お願いします。ほんま。そしてラーメンに行こう。マジでそれ。そしてラーメンに行こう。そしてラーメンに行こう。そう、そういうことです。また連絡しますわ。もちろん。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。みんな、おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございます。